みなさんこんにちは、大ちゃんがんばチャンネルです。今日はですね、まあ大ちゃんは大会優勝してきましたが、購入品がこんなに溜まっちゃいました。はい、とりあえず1週間開封しないで置いときました。開けてみる。はい、開けてみてください。こっちからにしよう。はい、1つ目はね、じゃじゃん、これです。ドクターゲロ。はい、何のために買ったんでしょうか。じゃーん。はい、復活ユニット発動させるためです。そうですか。これがね、いくらだったっけな。ドクターゲロが、はい、こんな感じです。110円です。110円。え、こんなの。はい、こちらがまず購入品の。はい、で、次がじゃーん、ベジックスだ。あ、はいね。これはね、超ユニメンバーということで、ちょっと買ってみました。こんな感じです。はい、スリーブが大きい。逃走本能を持ってるからいいね。はい、これ持ってなかったんですよね。持ってなかった。はい、はい、3つ目、トランクスゼロン。あ、はいはいはい。あ、これはね、持ってなかったんだよな。持ってたんだけど企画でめっちゃあげていっぱいあったんだけど、すごいあったよね。で、全部企画に行ったね。そう、10枚ぐらい行ったんじゃない。2枚あるって言ったけど、その時は1枚しかであげちゃった。傷ある。傷あるけど、プレイ用です。プレイ用すら企画にあげちゃったってやつね。ない。それがね、800円です。800円。はい、まあ比較的安いですね。はい、あ、4枚入ってます。全部80円です。まず海賊ロボで、孫悟飯ゼノ。はい、あ、フリーズ持ちですね。で、ミスターサタンで、トランクスゼノ。これ大会プロも。はい、なんかね、プレゼント企画やるとなくなるんですよね。いや、これは持ってなかったんだよ。これはなかったんだっけ。あ、そっか、その時の大会はね、出ちゃったんだよ。あ、そっかそっか。大ちゃんね、くじ運がいいから、あの、大会に出場すると必ず当たる。だから、うん、抽選に当たっちゃうから、あれもらってないんだよね。うん、誰かにもらえばよかった ね。うん、はい、これ全部80円です。ドクターミュウ。はい、100円じゃない、180円。これのためと、はい、さっきのこれ違うのじゃん。そうですね、これで復活ユニットができる。あ、これはスーパーじゃないか。前持ってたんだよね。だけどね、コモがね、まあまあまあ、あの、いろいろあって、まあ、ただ探せないだけかもしれないけど、はい、家になくなっちゃったから、まあいいや、なくなったのかどっか置き忘れたのか知らないけどさ、これで、はい、大ちゃん、復活ユニット3連発をしましょう。ユニットメンバーとしてこんな感じです。この3名といますよね。で、これがかぶりの3名でしょ。うん、で、ちょっといい、これが、スーパー17号が入っていればよしという感じで、この3枚だけで、3枚とスーパー17号が入って3回復活できますよと。で、ベジックスゼノ、はい、トランクスゼノ、はい、海賊ロボ、はい、ご飯ゼロ、ミスターサタン、はい、トランクスゼロ。ミスターサタンはブーサタンか。そう、サタンブーっていうのをやりたいため。それとこちらは、ユニットメンバーの一人。でもこのセタンあれがあったんだよ。あったんだけど買っちゃった。そう、はい、そう、まあ使えることは使えるよね。海賊ロボ、はい、この海賊ロボはエナジー破壊のためですよね。ただエナジー破壊してしまうと、今いいのがありますよね。うん、うん、何いいの。これはアタッカーの人数分か。うん、あいつらはね、暗黒仮面王の逆バージョン。はい、
というような、まあ貴重なカードですね。妨害バージョン。はい、今回は、大会に優勝したけども、大ちゃんは、次回の大会は同じデッキで出るかもしれないけど、このデッキ、このデッキで出るか出るか、このデッキで出る、出ましょう。で、ハッチハック使って怨念で、あとパパも出ます。はい、で親子で決勝戦で会いましょう、イエーイというような感じです。優勝はい、となるといいですね。はい、はい、パパもいいとこまで行くとは思うんだけどね。大ちゃん負けんなよ。 でもさこのデッキさ、絶対やったらさ、相手さイラッとしてさ、普通に負けちゃう。大会が長い、長くなる。さ、うん、めっちゃさ飽きてさ、チャージをさ適当にポンポン押すじゃない。それで勝っちゃうかも。いやいやいや、もう人も今回の購入品終わりに、しちゃいたいと思います。いいですか。どうぞ。はい、では今回はこれで終わりにしましょう。これで紹介を終わります。 See you! グッバイ。チャンネル登録よろしくね。バイバイバイ。